坂出市教育委員会、そして坂出市民美術館が主催する企画展書の美は、書道選抜展としては県内最大規模を誇ります。館内には会派を超えて県内22の書道団体から選抜された書道家70人が一人一点の作品を出品しました。推薦委員は今年も県内の書道界第一人者である小森秀雲、大西菊江、青木雄石、東原都雲の4氏が務めています。こちらの楽は前衛書道家として県内の書道界を牽引する小森秀雲さんの作品です。小森さんは1928年高松市生まれ、小学校教諭として勤務する傍ら、前衛書道を学び、書を始めました。日程会員の大西菊江さんの作品、夕月夜です。大西さんは日展で審査員を務めるなど、仮名書道の分野で広く知られています。月が出ている夕暮れ、我が家の庭でコオロギが鳴いている様子を歌った万葉集を書にしました。こちらは東原都雲さんの前衛の書、根です。余白によって際立つ墨のかすれが印象的な東原さんは、究極の余白を求めて数十年、書き終えたとき、タイトルを根としたと説明をつけています。そしてこちらは青木雄石さんの作品、日日これ口実です。もともと前後であるこの言葉は、どのような状況であれ、一瞬一瞬を精一杯生きていく毎日の積み重ねの大切さを表しています。県内書道界の水準を示す展覧会書の美は、県内各会派の作品が一堂に会する貴重な機会で、坂出市民美術館オリジナルの企画展として書の関係者に毎回注目されています。この展覧会に選抜されることは、書道を学ぶ人にとっては大きな喜びで目標になっているとの話も聞きました。見応え十分の作品が揃っていますので、書にあまり馴染みのない皆さんもこの機会に書道の魅力に触れてみてはいかがでしょうか。第22回書の美は7月18日まで坂出市民美術館を会場に開催中です。なお、入場は無料となっています。